はい。こんにちは。柴崎です。えー、お元気ですかそう。ありがとね。えー、まあ本当にね、人生。まあ、柴崎もそうだけど、長くやってるといろいろありますけどね。でも、一日一日、元気に過ごしていきましょう。さて、えー、今回のテーマはですね、こちらです。よいしょ。ね。 これ,これ見てわかったかななかなか、柴崎も初めて見たんだけどね。透明クレヨン。で、いいのかなうん。そうだ。透明クレヨン16色と。小さい字で、これか、書いてありますよね、これ。はい。これね、あの、たぶお若い方だと思うんだけど、あの、ね、コメントで。 えー、使ってみてくださいということだったので、探してきました。えー、どんな感じになるのかね、実際使ってみないとわからないんですけども、早速、この透明クレヨンでやってみたいと思います。では、最後まで見てくださいね。はい。それじゃあね、やってみましょうね。今日ね、まず、この筆ペンでね、 えー、形を描きますね。はい。この筆ペンっていうのは、まあ、時々柴崎使うんですけどね。とっても素晴らしい、まあ、画材ですね。この日本の筆の描き味をね、そのまま活かして、ね、こう欲用のついた線とかですね。 こんな微妙な線もね、描けるんですよね。では今日この筆ペのまず、ね、特徴を生かして、あの、可愛い動物をね、描いていきます。まあ、ネズミなんだけどね。うん。ね、こうなったお口かな。まあ、ネズミというとね、どうしても、まあ、みっつっていうね ええ、ことになっちゃうんだけども、今日書く柴崎のネズミちゃんはね、結構、本物によく似せた真面目なネズミちゃんですよ。はい、ひげをすすーっと書きます。そしてそのネズミちゃんの後ろにね、あるものは、あなたの大好きな、ね、はい、これです。うーん。 ケーキなんですねこんな感じかな今日はねこのネズミちゃんがねケーキをかじってるっていうこところだよね。はい。そしてネズミの長い尻尾を描いてさあこれでいいかなでいよいよこれから本題ですね。今日使う、えー、クレヨンですね。はい。 ね透明クレヨンです。はい。じゃ塗ってみますね。はい。え、しばさきは実はこれ初めて使うんだけどね。まずこの赤で描いてみようかな。ほっぺのあたりとかね。まずいつも言う通り元気の出そうな色からですね。はい。まあちょっと紫っぽい色だけどね。 はい、こんな感じです。いいね、これね。おー、透明感がある。ねえ、下書きの、この、筆ペンで書いた線が全く消えませんね。それでこう、色がつくんだから、素敵だな。じゃあ、こうやって次、この黄色を試そうかな。これはどうでしょう。はい。お。 いいですね。あ、色が混ざるよ。ちゃんと。なるほど、なるほど。こういう鍵心地ね。ツルツルとしてるな。塗った感じが。うん。あ、結構色きれいですね。これは楽しいや。うん。さあ、次、このあたりの赤はどうかな重ねてみますね。はい。あれ あれは、全然、全然色がつかないよ。あれれほら。これはどうしたんでしょう柴崎の使い方が悪いかな最初にこれ塗った方がよかったのかなじゃあこっちを試すね。あ、これはちゃんとつきますね。ああ、色も重なる。んということはさっきの色はどうしたんだろう なるほど。ちょっと。<laughs> 初めてだから、よくわからないとかって、どういうことなんでしょうね。はい。あ、これはほら、こうやって色重なりますもんね。これだけ色数があって、重ならない色もあるってことうーん。 まあ、そんなことは言いながら、まあ、でもだんだん、なんとなく、ネズミさんの雰囲気になってきたかなはい。ね。こんな色も重ねると。まあ、いわゆるネズミ色っぽくなるよね。はいはい。ほら、どうかしら。ちょっとこう、はみ出すように塗るとかっこいいよね。あるいは、塗り残してもいいかなうん。よいしょっとね。はーい。 じゃ後ろのこの、これ、ケーキね。色つかないな、これは。えーまあ、今回のね、この透明クレヨンね。あのー、寄せていただいたコメントの中にね、こういう画材があるんですけど、描いてくれませんかってあったんですね。まあ、だから柴崎もね、えー、今日こうやって、まあ、初めて試すんですけど。あこのブルーはよく色が出る。 色によって全然違いますね。あこれ重なるねどう。これはどうしたことなんだうん。他の色も全部こうやって色が出るといいけどな。ねえ。まあ、ちょっとなんか赤系やオレンジ系の色で残念ない色もあるね。うん。まあしかし、まあ掃除で言えば、まあ。 楽しい画材ですね、これね。こう、クレヨンで、なんか、透明水彩風のね、雰囲気でも、こう、描けるんだからね。<laughs> はい。もしかして、これ以上はね、色乗らないかな。あんまりやるっても、こう、こう、カスが出てきちゃうね。 ここら辺のこの紫系の赤は色良く出るしこのブルーとかグリーンも色出ますね。はい。なんか、オレンジっぽい色は全然色が出ない感じはするね。うん。でも面白いよ。ぜひね、未体験の方は、え柴崎の後をくっついてね、これやってみるといいですね。ああ、これ、 あ初めての昭和席の経験でした。ええー。コメントを教えてくれた方ね、ありがとうね。さ、うん、ねえ、えー、まあ、色が乗らないのは、まあ、まあ、仕方ないとしてですね。まあ、だいたいこう、透明感なる色がついたかな。もうん、これ、ごしごしやっても無理だね、これ以上ね。あ色が出ないとこは出ないね。うん。 でもなんか優しいね、ね色の雰囲気だったかな。ほっぺとかなんかもちょっとこう原曲ね。はい。どうかなこんな感じで。足元とかなんかもちょっと塗ろうかな。うん。こんな雰囲気で、ここね。はい。これ塗るとこう、もうちょっと、絵が安定するね。 目のとこはブルーでちょっと色を足します。はい。これで出来上がりです。はい。えー、書き上がりました。やっぱり透明クレヨンだけあって、透明だからね、色は、まあ、あんまり強くないんですよね。えー、それ予想していたので、ね、あらかじめ、こう、筆でてね、えー、形下書きしてやってみたんですけども。 なかなか面白かったですね。えー、なんていうかな、クレヨンの透明水産、水彩版みたいなね、えー、そんな雰囲気で、えーまあ、これも使い方によってはね、きっと素敵な絵がたくさんできるんだろうと思います。今回はネズミさんですね。はい。さあ、楽しんでもらえたかなえー、ということでね、今回も長い時間、 最後まで見てくれて本当にありがとうまた次回違うテーマ違う作品であなたとお会いしたいと思ってます、えー、それまでねお元気でお過ごしくださいまたすぐにお会いしますよはい、柴崎でしたはい、どうもありがとう柴崎春道公式オンラインサロンシバーツメンバー募集中だよ 柴津なら YouTube では話せない柴崎の特別なライブ配信を月一でお届けさらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができるもちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています柴崎がリアルタイムで水彩画の基礎をあなたにわかりやすく教えるオンライン水彩画講座 メンバーになると割引価格で受講いただけます毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵かきの会出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたしますメンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいますさらに芝厚メンバーなら柴崎に直接 質問のし放題オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけますそんなシバースのメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催たくさんのお客様にご来場いただき素晴らしいイベントになりましたさあいかがでしたか会社や学校地元の人間関係とは異なるアートが大好き描くことが大好きそんな仲間が笑顔で集う場所 それがシーバーズです。詳しくは概要欄をチェックしてね。待ってます。はい、よろしく。